勝戦を迎えまして、スタートライン上の追い風は強さが増してきています。新モーター新ボトロシリーズ、早くもモーター格差が出てきまして頂上決戦を迎えます。札幌ビールカップ12レースの優勝戦です。揃ったピット離れ、バックストレッチが2、6手ゆったりとした動き、コース争い動きはありません。内枠締めるのは地元勢、地元の金ゴールドコンビ内枠を固めます。予選1位の勝ち上がりは1番の金子和幸、プレッシャーに打ち勝ちまして初の優勝戦1号艇ゲットで地元初優勝がかかります。1番金子1コースへ、さあ待ったをかけるのが2コース、2番の金田聡、地元これまで2号艇では3回の優勝、いずれもまくって勝っています。3コースには3番の吉田宗弘、戸田は慣れ親しんだ準地元水面、戸田初優勝がかかります。4コース角には4番早川久とエースモーター、候補の動き強力パワーで初優勝に挑みます。5コース5番の大池祐希は戸田連続優勝へ、準優勝戦ではコース奪って勝ち上がりました。6番伊藤誠司動かず6コースから、優勝戦インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。目立った飛び出しは3コース、そして5、6コース、1コース、2コースの2人少し伸び返す。それでも3コースから3番吉田がまくりに行く。抵抗する1番の金子、内が空いた。2番の金田、一気に差し切った。さらに真ん中バッター5番の大池。金子と吉田が流れまして、現在は金子は2番テラスに踏みとどまるところ。先頭2番の金田はここで一定審判リード。2番テラスに内から6番伊藤伸びてきた。スタートは前提正常。さあ2番手、外強襲は1番金子ですが、大きくターン流れてしまいました。金子は交代。先頭2番の金田、そして2番手には5番の池、続いて3番手には6番の伊藤。伊藤が2番手に2手審と差を詰めて優勝戦は2周目。先頭2番の金田、さあ2番手内から先に待ってく6番の伊藤、5番の大池少々差し遅れましたが、なんとか内からかわしていきます。差しが届いて5番の大池、バックストレッチではまだリードは一定審ほどというところ、アウトコースから追います6番の伊藤。4番手から差が開いて3番吉田が4番手、1番金子は5番手、最高峰4番早川追走、2周に巻く内から競りかけた6番の伊藤、差を詰めにかかりますが、まだ2番手は5番の大池優勢。優勝戦これから最終周回、先頭2番手は差が5停止以上開いて、先頭2番の金田聡、最終の1幕に移ります。2番手は5番の大池、外6番の伊藤を抑えての1幕、伊藤は内をついてまだまだ食い下がりますが、依然2番手は5番の大池、その差2停止半です。ここ1番は経験の差が勝ちました。先頭が2番の金田聡、今年2回目、通算では40回目の優勝。最終ターン幕の旋回、5番の大池は2番手、最後はリードは広がりました。先頭は金田、昨年8月以来地元、これが10回目の優勝。先頭2番金田優勝合輪、5番大池合輪、6番伊藤合輪、3番吉田合輪、1番金子合輪、4番早川合輪。レース琵琶湖デイリースポーツ杯争奪第36回オール日本選抜戦、昨日準優はすべてイン逃げ、予選トップ3がファイナル内枠を独占、内枠3強対決か、あるいは外枠勢の一発があるのか、最終12レース優勝戦です。1、2、3、4、5、6定番順になって枠なりでしょう。対戦メンバーとコースです。インコース1号艇大阪上条信孝、若き G1 タイトルホルダー琵琶湖は今回初優出です。2コースに2号艇福岡石倉陽子、節一クラスの強力パワー炸裂なるか。3コース3号艇岡山渡辺和正、琵琶湖連覇にチャレンジです。4コース4号艇福井西橋奈美、北陸フレッシュルーキーの女流レーサーデビュー V2 狙います。5コース5号艇長崎下條雄太郎、 F 休み前に外から一発あるか。6コース地元6号艇氏が沢田直也、6コースから地元水面初 V にチャレンジ、進入スタイルは3対3の枠なり。追い風水面、風の強さ強弱があります。
この影響はどうか。最終12レース優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。2秒前、1秒前スタートしました。インコース1号艇の上条が好スタート、トップスタートが2コースが若干へこんで1周1マーク。1号艇上条がインから先制する。3号艇渡辺がまくって攻める。内を切り込んで2号艇5号艇がまくし出し、バックスレッズ入って、さあ陰線から踏ん張ったが一点心先行。先頭は1号艇の上条信孝、2番手は3号艇渡辺和正、後方は4号艇6号艇2号艇5号艇4艇団子状態。1周2マークの攻防、スタートは正常でした。先頭1号艇上条です。2番手は3号艇渡辺和正、3番手は6号艇4号艇内を捉えて、6号艇の沢田、地元の沢田が上がってまいりました。一転身先行、上位体系は1番3番6番も6号艇4号艇沢田西田氏ほとんど同体、側後方5号艇2号艇もいます。レースは2周目1マーク、3番手は握っていって豪快に6号艇の沢田、沢田が単独の3番手か。リードは3艇身から4艇身、上位体系は1番3番6番もまたもう1回内から4号艇西田氏上がってくるか。しかし3、4番手の定冠は3艇身差。レースは2周目2マークを折り返し、先頭は1号艇の上条信孝、2番手は3号艇渡辺和正、3番手争いは6号艇の沢田が若干流れたも6号艇の沢田3番手をキープ。上位体系は 1号艇3号艇6号艇、後方は4番5番2番が追走。さあ3番手4番手6号艇4号艇定冠が一定審査、4号艇西田氏逆転になるかどうか。レースは最終周回1マーク、3番手争いは4号艇が突っ張ってくるんですが、6号艇の沢田がかわして3番手をキープ。上位体系は1番3番6番、最終ターンマークの旋回に向かいます。先頭1号艇の上条、琵琶湖初優勝で琵琶湖初 V が目前です。今年は3回目、通算は14回目の優勝。2番手は3号艇渡辺、6号艇地元の沢田が3番手をキープ。1号艇3号艇6号艇1番3番6番で最終12レースは間もなくゴール。先頭1番の上条、琵琶湖初 V の五輪、2番手は3番の渡辺、3番手は地元6番の沢田、4番5番接戦、最高峰2番がゴールインです。以上、第12レース優勝戦でした。確定放送の後、ウイニングランがあります。男女混合戦の5日間シリーズ、鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯シリーズ最終日の争い、競争水面上今節のラストカード優勝戦第12レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇西野ゆき、2号艇山市節也、3号艇沖彩、4号艇西岡成美、5号艇中越弘樹、6号艇武田義行。以上の6選手が争います。6号艇武田は定段離れています。インコースに構えていくのは1号艇の西野ゆきです。2日目前半と陣営逃げ切っています。人気の中心です。隣にコースには2号艇の山市節也、4日間白星を挙げている2号艇山市、3コースには3号艇の沖津愛です。沖津地元10連続優勝、4号艇の西岡成美が引っ張ってきました。前走地の尼崎ビーナスシリーズで初優勝、2節続けてのファイナル進出です。4号艇西岡、5コース5号艇の中越弘樹、2日目は3着2本、3日目1着2着としました。予選突破リズムアップ成功。大外6コースは6号艇の武田義行、準優6コースから優勝切符ゲットしました。4号艇西岡と6号艇の武田、デビュー初優勝を目指す一戦、3対3新入員から1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。1号艇の西野、そして2号艇の山内、いいスタートです。センターは4号艇の西岡、石島明、1号艇の西野が逃げる、3号艇の沖津まくりに行く、バックストレッチ内から4号艇西岡の差し、1号艇の西野が押し切っています。1点進半2点進リードを取っています。先頭1号艇の西野、3号艇の沖津が2番手、2点進差で3番手が4号艇西岡、横一線で6号艇の武田、5号艇中越、外では2号艇山市、スタート正常。1周2番から直線コース、1号艇西野に迫った4号艇の西岡ですが、1号艇の西野が先頭キープ、一定審判のリード。レース2周目に入ってきます。4号艇の西岡が2番手、3番手3号艇の沖津一定審査、2周1マークの旋回です。1号艇西野、4号艇の西岡、外からは3号艇の沖津、バックストレッチ内は4号艇の西岡、外3号艇の沖津、2番手争いです。先頭は1号艇の西野、リードを広げています。2艇進3艇進とリードを取った1号艇西野、2番手争いは4号艇の西岡、3号艇の沖津。
22マークの旋回です。2番手争い4号艇の西岡が打ち回ってきます。外は3号艇の沖津江、直線コース4号艇の西岡が単独の2番手、3番手が3号艇の沖津江。レースこれから最終周回に入ってきます。1号艇の西野が先頭、3艇身4艇身リードを取っています。最終周回1マーク差を詰めようとするのは4号艇の西岡。最後のバックスレッジ1号艇の西野、最後のバックスレッジ5艇身6艇身とリードを取っています。4号艇の西岡は2番手、3番手3号艇沖津、その後ろでは5号艇の中越、6号艇武田、最後方は2号艇の山市です。ラストターンマークの旋回、堂々と押し切った1号艇の西野、追い上げた4号艇の西岡ですが、2番手最後の直線コース、1号艇の西野地元戦、2019年正月シリーズ正直ハイラインの V ゴールです。先頭は1番の西野、これ優勝。4番西岡、3番沖津、5番中越、6番武田、2番山市、ラストでゴール。若松八王シリーズ第1戦ポカリスエットカップ海賊王決定戦ファイナルメンバーが登場。海賊王となるのは誰でしょうか。1号艇徳島の山田優也、2号艇香川の中田源太、3号艇福岡の高倉和人、4号艇東京の小林康、5号艇香川の中村明友、6号艇福岡の平田忠則、安定版装着しての優勝戦。さてコース取りですが、どうやら枠なりとなりそう。1コースには1号艇山田優也、予選2位からこのポールポジションをつかみました。さあ1号艇山田が今ゆっくりと1コース構えていきます。インセン2コースが2号艇中田源太、初日から高パワーでオール3連帯キープ。センター3コースが地元3号艇高倉和人、昨日連勝と勢い乗っていきます。外枠3選手はダッシュ、4号艇小林康氏4コース角、初日連勝から好調な走りで勝ち上がりました。そして5コースが5号艇中村明友、トーチこれで4連続のファイナルとコースを光ります。6コースが6号艇平田忠則、記録立て直してパワーアップ、若松10回目の優勝を大外からかけて体型3対3第12レースインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました海賊王優勝戦。1号艇2号艇3号艇がスタート揃っていきました。1周の1マーク、1号艇の山田が逃げる、3号艇の高倉外を攻めていった、さす2号艇中谷、4号艇の小林康、逃げました1号艇山田優也。スタートは前提正常でした。1号艇山田先頭、2番艇2号艇中田ですが、内を取っては4号艇小林康上がっていく。1周2マーク先頭1号艇山田、2番艇2号艇中田源太が全速旋回、内は固まってきた4号艇、さらには5号艇、2番手は全速旋回から2号艇中田が単独リード、後方3番手が接戦、5号艇4号艇が並走。レースは2周目に入っています。2周1マーク先頭は1号艇山田優也、2番手が2号艇中田源太、3番手は5号艇4号艇競り合って、その内側からは6号艇平田忠則、3番手は5号艇中村明友がリード、4番手に6号艇平田が上がった、5番手が4号艇小林康、最高峰3号艇高倉和人。レースは2周2マークの旋回です。先頭は1号艇山田、2番手は2号艇中田、3番手は5号艇の中村の内が仕掛けた、6号艇の平田抜いた、3番手は6号艇平田逆転、上の3艇は1番2番6番に変わりました。レースは最終周回、さあ優勝へ向かっていく1号艇は山田優也、インからきっちりと逃げていきました。1号艇山田が先頭で最後のバック、2番手が2号艇中田源太、3番手は6号艇平田忠則、そして5号艇の中村ですが、3番手は6号艇平田がキープ、上の3艇は1番2番6番の体型です。優勝へ向かう1号艇山田優也は今年は4回目の優勝、当時若松初制覇、自身通算16回目の優勝は1号艇山田優也海賊王、2番手が2号艇中田源太、3番手は6号艇平田忠則で間もなくゴール、先頭1番山田優勝ゴールイン、2番中田ゴールイン、6番平田、5番中村ゴールイン、4番小林ゴールイン、3番高倉ゴールイン。以上優勝戦前提ゴールインしました。
ファイナル優勝戦を迎えています。今シリーズは第18回スカッと爽やか杯最終日、優勝戦はイロハス競争。ファイナリスト6人の選手は1号艇が中口博隆、2号艇は杉山正樹、3号艇は中村太平、4号艇北山康介、5号艇金子武史、6号艇は宇佐美純。関東地区は2人、東海地区愛知からは4人というメンバーになってのファイナリスト。さあ優勝に近づいて1号艇中口博隆です。今日は逃げが続いていまして、この中口、さあその、チャンスがこの優勝戦でも巡ってくるのかどうか。今年は優勝は4回ありまして、そのうち1回が桐生となっていまして、この桐生での連覇がかかります。 SG タイトルホルダー中口1コース、2号艇の杉山は今年は優勝2回、戸田と、そして常滑と V2 となっていました。センター3コースには3号艇中村愛知3人となります。こちらはホープの117期生。4コース角1は4号艇の北山です。昨日も準優勝戦では、攻めのスタイルで1マーク接戦を演じていました。5コースには5号艇地元期待は金子武史、アウトコースが6号艇の宇佐美純で、枠なり3対3、イロハス競争ファイナルスタートしました。差のないスタートになりました。さあ1周1マーク、ここでも逃げか、1号艇中口が逃げていく。2コースは2号艇の杉山ですが外、あとは中をついた6号艇宇佐美、内からは3号艇の中村太平です。さらに内は4号艇の北山と5号艇の金子でバックストレッチへ出ました。バックストレッチの中間点、大きなリードになりました。逃げが決まった。1号艇中口リードを取る。2番手争いで3号艇中村が回っていく。外は2号艇の、杉山となりまして、愛知勢外から勢いよく2号艇杉山が回り切りまして2番手に上がっています。1番2番でレースは2周目、スタートは正常でした。中口先頭だ、大きなリード。2番手は2号艇2マークつけまい、杉山が2番手になりまして第1タマークの旋回です。その後ろは6号艇宇佐美と、さらには3号艇中村、両選手が並んだ。しかし6号艇宇佐美が3号艇中村内から詰め寄ってきましたが抑え切って3番手、体勢は 1,2,6 となっていまして、4艇審査で3号艇中村となっています。あとは4号艇北山、そして5号艇の金子武史です。バックストレッチを通過、2周2枠の旋回、直線に入りました。1号艇中口ホームストレッチ直線コースから最終周回逃げ切りです。2番手が2号艇の杉山です。3番手は6号艇の宇佐美、ラスト1周600を切って、さらには3号艇中村と愛知勢、4号艇北山、5号艇金子で600を通過。第1ターンマーク1番2番6番、大きなリードになりました。独走中口博隆です。2連単の1、2のオッズは 2.8 倍と人気サイド、そして3連単は1、2、6ですと 27.2 倍を示しています。ゴール前直線コースへ入りました。中口が先頭です。優勝に向かいます。85回目の優勝となります。1号艇中口優勝ゴール、2着準優勝が2号艇の杉山、それから6号艇宇佐美が3着、4着は3号艇中村、5着は4号艇北山、5号艇金子武史、ゴールインしました。イロハス競争優勝戦第12レースでした。レース三国スカパー JLC 杯ルーキーシリーズ第12戦三国プリンスカップ、若手レーサーの熱戦も残すは頂上決戦のみです。優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇小池周平、2号艇佐々木寛太、3号艇木谷健太、4号艇黒野元基、5号艇中村日向、6号艇原村拓也、以上のメンバーです。目立った動きはありません。ゆっくりとインコースに向かいますのは1号艇小池周平です。ドリーム戦を含みますここまでシリーズ8勝、現在4連勝中です。勢い十分、優勝に王手です。2コースには2号艇佐々木寛太です。今年6度目の US と充実1と、これまでオール2連帯キープしての登場です。3号艇木谷健太が3コース、予選終盤に3連勝を挙げるなど6勝をマーク、当地2節連続を優勝を決めました。4コースの角に4号艇黒野元基、ここまで白星こそないものの道中うまくさばきまして上位着でまとめて唯一決めています。
5コース5号艇中村日向は今年のウエスタンヤングを含みます3度目の優勝、思い切りのいいレースを見せます。6コースは6号艇原村拓也、準優勝戦は激しい2着争いを制しました。粘り強い走りで一発を狙います。1号艇小池周平人気の重心、進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇小池周平トップスタートを決めています。そのまま逃げ体勢、1号艇小池周平まくりに行く。3号艇木谷健太、さす2号艇の佐々木、4号艇黒野が内から続いていきます。押し切った1号艇小池周平が先頭です。2番手争いは2号艇の佐々木に、外は3号艇木谷、間に5号艇中村、最内からは4号艇黒野、6号艇原村最後方でスタートは正常です。1周にマーク、1号艇小池旋回、最内から4号艇黒野先前する中、それを差し返す2号艇佐々木と3号艇木谷、2番手争い抜け出た2号艇佐々木寛太、2停止前、外からは4号艇の黒野、一定審査3号艇木谷が4番手追走、後方は5号艇中村、6号艇原村最後方で2周1マークです。1号艇小池が先頭です。2番手は2号艇佐々木、小さく回る3号艇木谷、その外に4号艇の黒野が続きます。2番手はリードを広げました2号艇佐々木寛太、3番手は逆転3号艇木谷が一定審前、内に切り替えて前を追う4号艇黒野、前を追って2周2マークに向かいます。先頭1号艇小池、2番手2号艇の佐々木、3番手は3号艇木谷が先に旋回、小さく回る4号艇黒野、左右打ち切り込む形で5号艇中村もこの争いに加わる。しかし3番手3号艇木谷健太3停止前で、現在の上位体系は1番2番3番の体系で最終周回です。陰線トップスタート、しっかりと押し切った1号艇小池周平先頭です。2号艇佐々木寛太2番手、3番手は3号艇木谷健太、1番2番3番、後方5号艇中村、4号艇黒野、6号艇原村最後方で最終周回です。最終ターンマーク、今年3度目、通算6度目の優勝に向かう1号艇小池周平がラストターンマークを旋回。2号艇佐々木2番手、3号艇木谷健太3番手、1番2番3番の体型で優勝戦第12レース、まもなくゴールです。先頭1番小池周平優勝の5厘、2番手2番佐々木が5厘、3番手3番木谷が5厘、5番中村、4番黒野、ラストは6番原村がゴールインです。小島、6日間の男女混合戦でお送りしてまいりました山陽新聞社杯、いよいよシリーズの頂点を決める戦いは第12レースの優勝戦です。1号艇には船岡洋一郎、2号艇には川崎智之、3号艇には西野翔太、4号艇北川幸典、5号艇山口達也、6号艇今井隆、以上6選手の対戦は12レースの優勝戦です。スタートまで残り1分となりました。6選手バック側、1、2、3、4、5、6、枠番通りの並びで固まっていきます。前走地、アッシアに続いて連続優勝を狙います。高枠の一戦、1番人気は1号艇船岡。2コース、こちら地元連覇をかけて最後の勝負は2号艇の川崎です。センター3コース、2場所前のアッシアに続いて、今年 V2 に挑戦するは3号艇の西野。4コース、下げて角1、ここまでオール3連隊。今シリーズはらしいレースを随所で披露しました4号艇の北川幸典。5コース今節は調整に苦しむもファイナルまで進んできました5号艇地元の山口。最アウト6コース過去この小島では6枠で2度の優勝実績があります6号艇の今井です。3対3の枠なりとなりました。第12レースは優勝戦、 A コースから1番2番3番4番5番6番です。まあ、スタートしました。インド型コースだと前提がゼロ台スタートに収まりました。一周の1マーク逃げる1号艇船岡、2号艇川崎、佐々木、3号艇の西野仕掛けていく、展開つく5号艇の山口、4号艇北川膨らんだ、切り込んで6号艇の今井で向こう正面ですが、押し切った先頭を1号艇船岡陽一郎、2番展開取られて5号艇の山口、3番手では3号艇2号艇6号艇、一瞬2コーナーの世界優勝戦スタートは成長、2番手入る6号艇の今井かわす5号艇の山口、3号艇の西野、切り込んで2号艇川崎、
崎サンド川、先頭1号艇船岡陽一郎、2番手一歩先行5号艇の山口、3番手は2号艇の高で3号艇3艇並んで、最後方は4号艇の北川、レースは2周目の1コーナー、フォーカス2番手3番手内来る、2号艇の川崎5号艇山口2艇セル内スワズボーっと、6号艇前と3号艇西のバック川、2番手内を作って6号艇今井、3番手どうでしょう5号艇2号艇3号艇さて接戦で、最後方は4号艇の北川、レースは2周目マークの旋回と向かいます。2番手抜けた6号艇今井、3番手内来るのは3号艇の西野、さす5号艇山口、握った2号艇川崎ホームスレッジ、3番手どうでしょう5号艇2号艇3号艇まだ三つどもえの様相、レースは残り1周、ふわっとしたのは3号艇の西野、先頭は1号艇船岡、2番手6号艇今井、焦点の3番手はセンターから5号艇山口行く、潜り込んで3号艇の西野、間を割ってくる2号艇の川崎、3番手さばいて1停止2停止先行するは2号艇の川崎、頂点圏は162、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。前提が0台差、早いスリット合戦、ここを押し切った先手を1号艇船岡雄一郎、2番手6号艇の今井、3番手2号艇の川崎が取り切って頂点圏162、まもなくゴールインです。先頭1番船岡陽一郎優勝のゴール、2着6番の今井、3着7番の川崎ゴール、5番の山口、3番西郎、ラストは4番北川ゴール、なお3連単162 67.2 倍です。以上福島第12レースでした。チャンピオン前最後の開催でした。ボートレースサマナコの5日間シリーズテレシズサマーカップ、競争水面上にはファイナリスト6選手が登場。第12レース優勝戦の開始です。ピット離れ遅れた4号艇の権藤俊光、本番は大外6コース発進となるか。インコースには1号艇の豊田健志郎、優勝戦の陰線は未だ負けなしの7連勝中、浜名湖大好き豊田健志郎、最後も決めるか人気の中心。隣にコースに2号艇の西山翔一、前回5月の統治戦は予選トップ通過も準優3着で優勝を逃しています。あの時のリベンジなるか。2コースセンターの3コースには3号艇田中慎一郎、準優はお見事のまくり出しでした。今日も後半向きに1枚抜け出しへ。そして本番は4コースに5号艇の杉山貴博、ここまでオール3連隊を守っています。そして5コースに6号艇の亀山正幸、これでトーチは3節連続での輸出となりました。ピット離れ遅れた4号艇の権藤俊光、本番は大外6コース回りとなっています。5号艇杉山が本番レースは4カド戦となりました。第12レースの優勝戦、新入インコースから1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。インコース1号艇の豊田、6コース4号艇権藤俊光がいいスタート。1マークインから逃げる1号艇の豊田、さす2号艇西山、握っていく3号艇田中、打ち着いて5号艇の杉山、そして4号艇の権藤俊光でバックスレッジ、インからシャットアウトは1号艇豊田健志郎、リーダー7停進です。2番手争いは4号艇権藤、5号艇杉山、3号艇田中平壮、スタートは正常。一周の2マーク、2番手争い4号艇権藤から歯を込んでいく、切り込んでいく5号艇の杉山、内を回る3号艇田中は4番手か。2番手争い内側5号艇杉山が現在1停進前も、アウトコースから4号艇の権藤、そして最内から3号艇田中も粘っています。これから2周の1マーク、2番手争いは引っ張っていく3号艇田中慎一郎を握ってかわしていった5号艇の杉山、切り込んでいく4号艇権藤俊光でバックスレッジ、2番手争いインコース4号艇権藤、アウトコース5号艇杉山、ここで両者が並走、各艇がスリットラを通過してこれから2周の2マークです。2周2マーク、2番手争い4号艇権藤俊光から回っていきます。握って回る形となった5号艇杉山は3番手に交代、上位の体型は1番4番5番、後方3号艇2号艇6号艇の順で各艇が時計前を通ってこれから最終周回の1マークです。
0台半ばの踏み込みから堂々のインを仕切り撃でした。1号艇豊田健志郎先頭、最後のバックスレッジ、2番手4号艇の権藤、3番手5号艇杉山の上位の体型は1番4番5番、3連単の145の組み合わせ 17.5 倍となっています。今年2回目、通算では9回目、浜名湖2回目の優勝へ、豊田健志郎が最終コーナーを折り返して最後の直線に帰ってきました。2番手4号艇権藤と優勝戦は115機2人のワンツーフィニッシュです。まもなくゴール、1着1番の豊田健志郎優勝の五輪、2着4番の権藤、3着で5番の杉山が五輪、後方3番田中、2番西山、ラストで6番の亀山が五輪。争いがあるのかが一つ大きなポイントなんですが、6号艇の桐本康富動きを見せません。そうなると枠なりの気配では、角は誰になるのか、ここも見逃せないポイントになっていきます。ボートレース玉川第52回東京中日スポーツショー最終日12レース優勝戦が始まりました。スタート1分前、ポールポジション1号艇石川慎司です。玉川過去11回の優出で8回の V、 その確率 72.7%、 圧倒的です。2号艇長尾翔平、少し間空きましたが玉川連続2コース差し優勝に狙っての戦いとなっていきます。3号艇の広瀬慎也、最近は山田哲也さんにいろいろお世話になっているとのこと、山鉄スリット継承者です。さあ、その広瀬三角にしました。広瀬三角4コース4号艇後藤誠也、フライング一本持ち、今月4日パパになりました、気持ちを込めてでも冷静にとのこと。5コース5号艇武井奈美、フライング一本持ち、次のレディースチャンピオン、過去に成績残していないスピードあるレースでアピールするとファンにメッセージ。大外6コース6号艇桐本康富、電気意識変えてきっかけつかみ、ボート交換も後押しになりました。本番2対4、広瀬さん角優勝戦、1番2番ダッシュ、3番4番5番6番です。優勝戦いくよ、スタートを切りました。3コース角からコースター3号艇の広瀬慎也覗いています。さあ内側勢も追いついていけるか、1号艇車に2号艇が握っていた、握っていた内側く3号艇の広瀬差し込んでいきます。優勝争いになりました。スタートは前提正常、1号艇の石川の内から3号艇の広瀬、さあ2回目の優勝を狙って広瀬が追いついていた、追いついていた、1号艇3号艇並走になっています。その後ろ4番6番2番5番が追走です。スタート正常から1周2マークは3号艇の広瀬が先に行って、内側狙うか1号艇の石川慎司、石川差し平差機が浮きました。3号艇の広瀬がこれで2回目の優勝を目指してリードを取りました。1号艇の石川2番手、3番手のところ6号艇桐本一歩リード、内から4号艇後藤となっています。レースは2周1マーク、3号艇の広瀬から追いすがる1号艇の石川慎司ですが、6号艇を避けるような旋回になっていきました。そして3番手争いですが、4号艇引き波に乗っています。6号艇の桐本が単独3番手、上位体系3番1番6番で2周のバック側、その後ろ2号艇長尾4番手に浮上、あとは4号艇後藤、5号艇の武井です。2周2マーク、3号艇の広瀬から1号艇の石川、3番手6号艇桐本と旋回です。上位ばらけていきました。3番1番6番で最終周回へと入っていきます。今年の玉川の優勝戦は1号艇が圧倒的に強いというデータもあったんですが、その1号艇に対して2号艇長尾が挑戦状の直まくりを狙いました。その隙に3号艇広瀬、三角からの V 差しを決めていって先頭です。1号艇石川、6号艇桐本ついて上位、3番1番6番、後ろは2号艇5号艇4号艇ついてラストコーナー旋回体制です。3号艇広瀬慎也、今年初玉川も初、そして2017年3月尼崎以来4年4ヶ月ぶり、通算2回目の優勝見えてまいりました。広瀬慎也見事に決めていきました。優勝おめでとう、ゴール。1番石川2着のゴール、6番桐本3着のゴール、その後ろ2番5番4番の順でゴール。以上第12レース優勝戦でした。
ター札幌ビールカップ2021ファイナリスト6名全員 A1 レーサーとドリーム戦の再来と言っていいほどの豪華メンバー、その戦いを制しまして今節最高の美酒乾杯をもっと美味しくするのは誰でしょうか。水面上第12レース優勝戦、1号艇平尾貴則、2号艇丸岡正則、3号艇永田圭司、4号艇谷村和也、5号艇大峰豊、6号艇吉村正明、以上6名の対戦です。定番通りの進入です。絶好枠には1号艇平尾貴則、ここまで間違いない戦いっぷり、ファイナル1号艇での登場です。スタートにここは集中、2コースには2号艇丸岡正則、デビュー初1着、そして SG 初制覇、ここ丸亀との相性は抜群です。3コースには3号艇永田圭司、こちらも船足バランス取れて上々です。攻めのハンドルに期待、引っ張って角4コースには4号艇谷村和也です。外枠3名山口勢が構えていきます。意外にもまだ丸亀での優勝はなし、狙っていきます。4号艇谷村、5コース5号艇大峰豊、最アウト6コース6号艇吉村正明もここは勝負に出ていきます。定番通り3対3です。第12レース優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内側の3艇がコースタート、1号艇平尾、2号艇丸岡、3号艇永田、一周1マーク、先制は1号艇平尾、2号艇丸岡、差してまくる3号艇永田、内側から4号艇谷村、向こう上面へと移りますが、先頭ですがわずかに踏ん張る1号艇平尾貴則、2艇審査の2番手に2号艇丸岡、3番手は5号艇3号艇、さらには左内から6号艇吉村が追走、なお12レーススタートは正常です。一周にマーク、先手は1号艇平尾、前白取って差し込んでくるのは2号艇丸岡ですが、先頭抜け出して1号艇平尾貴則、3艇審査2番手、今度は2号艇5号艇並走に変わっています。内側から2号艇丸岡、外からは5号艇大峰、レースは2周目に入ります。2周1マーク、先頭1号艇平尾、2番手争い2号艇丸岡が内側から、外前全速線は5号艇大峰豊ですが、丁寧に旋回した、ここは2号艇丸岡が2番手優勢、それでも一定審査3番手から5号艇大峰豊、1番2番5番の体勢、後方6号艇3号艇4号艇、レースは2周2マークへと移ります。先頭は独走体勢1号艇平尾、2番手2号艇丸岡、3番手からここも攻めていくのは5号艇大峰豊、ホームスレッジもここも踏ん張る、内側から2号艇丸岡正則、1番2番5番の体勢で最終周回へと移ります。最終周回3周の1マークです。先頭は1号艇平尾貴則、そして2番手争い2号艇丸岡に対して5号艇大峰、今度は内側突こうとしましたがバランス崩れた、ここは上位体系1番2番5番という体勢、変わりはありません。ドリーム戦含めまして乱れのない走りで予選オール3連隊、そしてトップ通過、準優勝戦、そしてこの優勝戦も見事に制します。今年2回目、丸亀は5回目、通算84回目の V を目前、先頭1号艇平尾、2番手は2号艇丸岡、3番手は5号艇大峰、1番2番5番でゴール、先頭1番平尾優勝のゴール、2着2番丸岡、3着5番大峰ゴール、6番3番4番とゴールです。ボートレース下関を舞台に熱戦展開してまいりましたグレード3の戦い、オールレディースジュエルセブンカップ、いよいよ第12レース優勝戦開始を迎えます。 1,2,3 そして4,5,6 本番も動きはなく枠なりとなりそうです。さあ後枠人気の中心は1号艇渡辺由美、1コースからの戦いです。2コースは2号艇田口節子、田口はオールレディースは目下平和島小島と連続優勝中ですが、さあ3連続 V になるかという、ここは渡辺の相手として注目。3コース3号艇浜田有沙、久々8年ぶりの V をかけます。4コース後方角は4号艇雲野ゆかり、角線5コース5号艇中田由紀はデビュー以来初 V なるか、大外6コース6号艇水野のぞみです。女子戦の人気の高さをうかがわせるというところで、ボートレース下関、水面際には多くのファンが見守る中で、第12レース最終決戦は優勝戦、
G3 オールレディースのジュエルセブンカップ進入インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。5コース5号艇中田がわずかにトップスタートもスリット後はそれほど内5艇は差がないという形。1号艇渡辺が逃げます。そして3号艇の浜田がまくってさして2号艇田口後続から546ですが2号艇田口の差しが際どく入るかどうか。1号艇渡辺がどうやら逃げた2艇身くらいリードを取ります。2番手2号艇田口3番手は3号艇浜田であとは4号艇運の5号艇中田6号艇水野とあまり差がなく追走スタートは前提正常でした。1号艇渡辺トップ2番手2号艇田口3番手争いからはルート4号艇運の外は3号艇浜田ですがこの両者による3番手争い内が4号艇運の外から少し覗いて抑え込みに行く3号艇浜田抵抗する4号艇運の3番手争い接戦2周目1号艇渡辺トップ2番手2号艇田口この2人は抜け出しながら3番手争いさあ内から6号艇水野もやってきますが3号艇浜田やや大回りになって4号艇運野の差しただそれでも前を取るか3番手は3号艇浜田1位2位3位1艇審査4番手に4号艇の運野がさあ今度はまた直線定冠を詰めに行く3番手争いは依然接戦2周2マーク1号艇渡辺トップ2番手2号艇田口3番手4号艇運野に差し3号艇浜田はさあして3番手かろうじて3号艇浜田取り返して1 2 3 1番2番3番レースは最終周回です。独走体制ぶっちぎり優勝へ向かうのは1号艇渡辺美美トップで最終1マーク2番手2号艇田口節子3番手競り合いからは3号艇浜田有沙が2艇身から優勢4号艇運のやってきますか3号艇浜田3番手キープで 1,2,3 最後の向こう上面2連単 1,2 は 3.1 倍3連単 1,2,3 7.5 倍を示しております。1号艇渡辺由美にとっては今年の3月大村のオールレディースに続く通算6回目の優勝ということになります。トップで最終ターンマーク旋回2番手は2号艇田口節子3番手3号艇浜田有沙の 1,2,3 第12レース優勝戦1着1番渡辺由美優勝のゴーリン2着は2番の田口ゴーリン3着3番浜田ゴーリンあとは4番そして6番5番とゴーリン。今流行りの言葉を使うならば毎日毎日鬼やばい暑さの下での6日間でした。今シリーズスポーツ報知杯争奪戦6選手歴戦の勇者たちが出揃いました。厳しい戦いを勝ち抜いてベスト6集結シリーズの総決算です。12レース優勝戦が始まります。この時間帯だいぶ風は収まってきました。非常に静かで穏やかな水面状況。ただ気温は31度という状態は変わりありません。ちょうど4ヶ月前の今日でした。悔しい優勝戦1号艇ここ徳山の地1号艇リベンジへ向けての合言葉が出揃いました。三島誠司予選トップ通過1コースから2コース2番の大平義明メッカの名バイプレーヤーシリーズ4勝を挙げる今シリーズの活躍最後はストップザ三島の急先鋒となるのかどうか。変幻自在のトリックスター3コース3番の山本博久準優は華麗な5角まくりただ一人のオール3連隊の安定感抜群メッカの重鎮角市4番の富山博之外にいるのは地元勢です。17度目の正直へ向けて5コース5番の武田達也そして97年11月のデビューからこれで15度目のファイナル太田誠優勝へ向けて6コース新入員から1番2番3番4番5番6番スタートしました。内より2人が揃いました。好発進です。希望値除いた2番大平しかし伸び返す1番三島が逃走態勢仕掛ける3番山本のまくりも内をつく2番大平の差しもどうか内も外もどうかへさきはかかるのか2番の大平1番の三島なんとかここは気持ちで抑えるスタートは前提正常でした。4ヶ月越しのリベンジ達成へ1番三島が先頭さあ2番手中をかき分ける5番の武田ですが許さず2番の大平が2番手突き放していく3番手は5番の武田達也優位に運んで1番2番5番早くも隊列ばらけ始めました。レースは2周目に入っています。先頭1番の三島後ろを振り返りましたがリードは2艇身半12分です。2周1マークの旋回
2番手2番大平義明、3番手5番の竹田がちょっとバタついている。後ろからひたひたと忍び寄ってくる大ベテラン4番と宮間博之の姿、どうか先は。ただまだかかるまではいきません。5番の竹田達也、3番手その猶予は2点心があります。2周にマークの旋回です。追いかける中幕両者、4番の富山に3番の山本ですが、2周にマークの旋回、さあ急接近、へさきがかかるか。4番の富山入れさせず抑えた5番の竹田が3番手守る。レースは最終周回に入っています。内よりしっかりスタート踏み込んでいきました。インから圧倒は1番の三島、2番大平、2番手焦点、最後の1マーク3番手5番の竹田、打ちつく4番の富山、ここでは気持ち差が開いたか。5番の竹田3番手がっちりガード、ラストターンマークへと向かいます。これで今年2度目、通算は68回目。ここ徳山2017年7月以来4度目の優勝、目の前1番三島先頭、2番大平2番手、最後まで5番の竹田地元の意地3番手守りました。リベンジ成功、1番三島優勝5連、2番大平5連、5番竹田5連、4番富山5連、3番山本5連、ラスト6番太田5連。